第39期本戦 A1 リーグ実況の古橋隆です。解説は現方位佐々木久人プロにお越しいただいております。久さん、よろしくお願いいたしよろましくお願いしす。ます。それでは対局の準備ができたようです。第39期本戦 A1 リーグ第6節 A 卓3回戦投杯の開始です。立会人柴田義和の合図によって3回戦が開始されました。3回戦はちいちゃから黒沢、吉田、杉浦、一対という並びです。トン一局、ドラはチーマン、黒沢の親番。さあ、久さん、はい、1、2回戦を終えて、はい、杉浦が、2連続の浮き、2着、1着とプラス 32.9 と来ております。マイナス10ポイント台まで来ましたか。はい、はい。でも吉田さんもかなり我慢の展開が続きましたけどね、最後に上がって浮きで割れましたね、2回戦目。そうなんです。となるとやっぱり黒沢さんですかね。はい、ちょっと心配なのが黒沢で、トータルポイントがこれでマイナスまで、いってしまってますからね。この辺りでの、挽回が期待されます。黒沢、はい、親番です。手合悪くないですよね。ドラ1枚、はい、ドラが1枚ある。シャーチャー、はい、シャーチャーの杉浦シャーを重ねます。1枚入れ、まあ泣くでしょうな。泣くでしょうなと、うん、わーい、いいじゃないですか、うん、ドラドラ。これは仕掛けるのかな仕掛けますね、これは、うん、これは仕掛けないと結構重たいですもん ね。シャンポン3つあって、さあドラが来た。1ついもドラを引きました。統一が増えてきましたね。統一。さあ吉田、コアローマを1枚外していきます。トラの表示、はい、なんちゃでなんが統一です。このチーソは打たれません。何ポン、何は押し込めない、何はする。6、7、8か。へえ、すごい構想ですね。9ピン切ってたけどね、ノータイムで振り手に残しましたからね。2枚目か、2枚目をするっていうことですもんね。面白いですね。はい、さあドラドラの黒沢、そしてうわー、理想通りだ。これはラスハイのドラを引きましたね。すごいね。あとはローピン引きたい。私だったらなんですね、1000点ですよ多分。なんでポンして、はい、ローマ2枚並んでね。ローマ2枚並んで、うん、まあその方が当然ね、うん、まあでも吉田さんらしくていいね。はい、カラーが出てます。うん、さあ振り手に引き戻せるか吉田。このローピンは吉田が欲しいところだが、黒沢は切っていく、うん、いや、すいません、ウーピンと入れ替えていきます。はい、9ピンは3枚切れた、まあ、ローピンは C すんのかね。 C ですかね。3900まであります。さあローピンがきつくなってきた。はい、わあ、来ましたよ、来ました、来ました。面前で十分だ。はい、6球相とチーピン、チーマンとチーソーの受け入れもあります。黒沢カンスケ君もいいシャンテンですね。シャーのポンテンが取れる形。はい、6球ピンがきついけどね。6球ピンがきつい、うわー、来ましたよ、これはリーチでしょう。さあ黒沢先生リーチは6球走、決めたいぞこれは。いけないか、ここはなんなんといきます。吉田枚数はどうですか。6球走ですね、結構切れてますか。1、2、3、 3切れ、3切れ、手に2だから3か、3山十分、十分です。シャアはポンテン取っていく。6球ピンだ、これも親の現物でもないから、はい、苦しいは苦しいですね。急走が流れます。一つ井さんも両面両面いいシャーテンか。一つ井もそうですね、うん、パーピンが流れてくる。ここは一旦現、安全牌の難を使う。急ピンだ、今日は杉浦がね、調子いいですよね。いいですね、こうやってしっかりと、
もの手も入りますし、いいタイムでシャア出ましたね、かわしても決まります。杉浦がシャアで300、500の上がり。ああいうのって吉田さんもなんかしてやったりの感じなんでね。確かに親リーチですからね。なんなんじゃなくてシャアを一回挟んだからね。そうか、そうですね、うん、苦しいな黒沢さん。はい、タイミングでシャアが出るわけですからね、恐ろしいですよ。シャア出てなかったら急走掴んでましたから。ああ、そっかそっか。はい、うわあ、またいいんじゃないか。杉浦はな、2メンツ3色はちょっと狙いづらいかな、うん、パーソーから一つも悪くないぞ。黒沢だけ悪い、端に寄ってるから国士か総図かですね。吉田さんは中連ぐらい行きたい。中連ぐらい、うん、中連ぐらいね、はい、当然見てそうですね吉田。見てそうだね。いや杉浦大ちゃんのパーソーがちょっと痛い。人生で一度も上がったことない人が言うもんじゃないんだけどさ結構上がってる人の言い方でしたもんね今、修練ぐらいっていうのは、ね、ああ、らららら、まあ、これね、一気通過インシャンテン。一気通過の時ってタメンちゃんってね結構そうね、はい、両ピン引き嬉しいんですけど、うん、安めが多いですからさあ、杉浦さんもインシャンテンですね。インシャンテン、はい、ソーズいった。黒沢はソーズの本一、まあ、いつももちろんいいけど、なんなんで引いてね、はい、三面ちゃんリーチがいやいいですよね。いいかもしれないですね、はい、吉田さんはこちらの手配です。そして一つも悪くないですよね。ピンズの本一つの、うん、あ、これですね、はいはい、うん、例えばウーピンとか引いて一通が崩れても、はい、難短期がね、いやできるから、ね、さあ一つやピンズの本質に向かう。両ピンとかパーピン引いた時難しいですよね。難しいですね、まあ、一通ですかね、さすがに、うん、お、これは嬉しいぞ。両面両面です。杉浦カンリアンピンはチーだね、ひとついさんは。はい、黒沢さんまだ時間かかります。さあパーピン引いた、ここは一気通貫の方でリーチです、はい、いいピンリアンピン。お、追いついたサブロッソ。現物待ち、で現物待ち闇点。パーピンちょっと強い、ちょっと強く見えますね。入ったかって感じですけど、さあいいピンリアンピンはそんなに残ってないかな。リャンピン1枚とイーピン1枚、押したいけど押しました。現物がローソーしかないですよね杉浦。あ、イーピンなくなりました。まあイーピンはいらないんですけど、うんうん、3層のつながり、絶好調男杉浦勘介親リーチを2局連続いいね、これは嬉しい展開ですよね。気分もいいですよね、はい、しっかり押してますからね。うーん、パーピン数万と無筋を2枚押してのつま上がりです。つまならリッチすればよかったってね、とは思わないんじゃないですか。はい、すいません。さあそして親番です。こんなに気分いい親番はなかなかね迎えれないですから、ドラーパーソーまたいいハイパイなんじゃないか。そうでもないね、はい、全然です、うん、メンツなし、うん、おローはもだいぶ定額狙ってますね。純ちゃんですか。純ちゃんも見ているような、うんうんうん、いや他の選手がいいか。あ、いいですね、皆さんいいですね。杉浦以外いい、うん、大茶老僧からドラドラ、あ、ドラドラだ。でも急走といかなかったですね。はい、先にトンを打ちたかったんですかね杉浦の。
捨て牌が派手なので、あでもペイも合わせない、あペイも切って合わせましたね、はい、乗りかかった船だから一気に純ちゃん行こうっていう感じで、カマスケですか、はい、はい、随分急走持ちますね。チーソー引いたらまだ3色が若干残るっていうところですかね、はい、切りたいですよね、ここでようやく急走、チートいつも見ません、愚形だらけだから仕掛けもありますね、そうですね、仕掛けそうですね、さあこれで足りましたか、はい、タツは足りた、スーピーは2人にとってるんでね、うん、吉田さんもこれで、はい、オロチですか、単品3色リャンシャンテン、さあリャンピンブロックありますかね、この局面はスーソか、はい、ちょっと選びづらいように見えますね、親の捨て牌も真ん中に寄ってますから、数層としたいですね、数層で6ブロック、いやここは5ブロックが6、9万を嫌っていく、ピンズがいいのか、ピンズはとにかくいいという判断か、難しいね、うん、杉浦も6ブロックですね、これは、おさあ来ましたよ、3ピン手目いっぱい、ドラ表のチーソーが2枚あります、おお、それは強い、うん、スーパーマイの現物か、杉浦が国士だとシャアを早く切りたいのかな、お、リャンソーチーが入りました、リャンソー嫌っていきましたね、今ゴロチと六七八ってことってことですかね、うん、なるほど、うん、両方の3色を見た一打、え6、9万か、5万、5万か、さあこれでゴロチか、黒沢さん浮き抜かれちゃったのね、痛い、本当だ、スーソーか、スーソーではない、先に形を決める、お3色だからね、うん、アンガー、アンガーですね、これはアンガー、うーん、ここで数層になりました、帰ってきたけど、まあまあまあ切るか、ドラがパーソーだしな、ウーソー1枚で3色確定しますね、はい、以上の形切っていく、ちょっと余ってるの、余ってはないか、杉浦もね、ペン3層チーで、うん、どのぐらい進んでるのかが分かりづらい、分かりづらいね、うん、おウーピン引いて、これはフリテンをマンザーラウンド払っていく、ローマンから、うん、このローワン切りはいいですね、やっぱりカンスケ君がローワン切ってるけど、はい、まあ純ちゃんっぽいから、吉田さんの5万に合わせて5万を残したちょっと久さん、はい、5万残したら一つ遺産に当たりになっちゃいましたよ、あれこれうわーこれジャストミートだ、チーソー引いたんだ、ね、いたんですよ、これは黒沢厳しい、山越しのリャンウマン、これきついですね、まだ残すんだったら5万だと思うんです、ね、うんですかね、はい、あの基本に忠実に打ったと思うけど、ただ最初マンズ払った時に、はい、あの数層打つかなって時に ね、 ね、あの選択ですね、難しかったのね、はい、いや一つが闇点で決めてきました、ピンフイッツドラ1 7700、今日は黒沢厳しい戦いが続く、だって実際吉田さんにサブローワンの受けあったからね、あれありましたね、で一つにやりゃうまんがあって、そうねもうで杉浦はあんな手配で、ね、そうそうそう、一巡、はいはい、助かってるわけですから、買いが悪い黒沢、いいなあ、あんまり
いうことは言いたくないんですけれども、はい、ちょっと服がそうそうさっきちょっと思ったんだよね、はい、思ったのよ。黒沢さん結構ね弦を担ぐタイプなはずなのでね、でも二度と着ないですね。なってるかもしれない。さあトン4曲一ついのエヴァンドラは3品二度と着ないわって今思ってんじゃない心で、はい、着替えてくるかもしれないですね。4回戦まあ、とにかくドラを引きたいですね。そこまで打点が見えない。ん、杉浦イーシャンテン、つもりさん、アンコウ含みですがチーピンではないのか、うん、チーピンか。さあ一つもドラが使えるようになりましたがまだメンツがありません。今すごい小さい引きましたな。しかしですね、綺麗な歌でね、ピンフィッツドラッチってのは、はい、あのチーソー弾いたらもらったなって思いますね。さあ、チューンを重ねました。ここはトーンを切って目いっぱい3ピン引きましたよ、黒沢目いっぱいだ。ピンフドラッチでリーチいきたいね。そうですね、さあチューンをポンしていく。お一つもポンして、まあ、いわゆる6ブロックの構えですね、うんうん、上がり優先ですかね。うん、3層とこいたらいいピン切っていってっていうことですか、ね。さあ親番の一つはチューンをポンしている。そして黒沢マンズ伸ばしたいですね。ここは、箱を切っていく。さあ吉田もイーシャンテンですね、はい、イーシャンテンまで来ている。換算層が泣けました。となるといいピンからになるか。いや違いました、ドラは絶対使おうと。天敗です、シャンポンの黒沢今日はほとんどシャンポンでしか上がりがない。チーソーとシャア、チーソーここに2枚ありますね。シャアは誰も持ってません。ニヤマ、ニヤマシャア掴んだ。これはいったかな。シャンポンはすぐ上がります。黒沢、うん、リーチドライチ2600いきましたね、うん、ちょっとね、あのチーソーを切ってテンパー外すとかっていう選択もなくはないんでしょうけれども、うん、ここはストレートにリーチをいってで2600の上がりです。さあ何入となります。何1曲黒沢のエヴァン、ドラはウーピン。お、うん、悪くないですね。いいです、うん、吉田はドラが1枚あります。白が統一、スピーラソーズで一メンツ、一ついはマンズで一メンツです。ドラ1枚、あドラを使えるようにローピンから、うん、マンズ3メンツ構想かな、黒沢ですか。できればね単品イーペコぐらいにしたい手配ですが、これで完成できましたね。いいですね。さあ3トイツペン3層両層払っていきます。さあ黒沢は3層ゴツゴツしてきましたね。何切りますか。つもぎりパーピンあたり切ってもいいかもしれないですね。パーピンあたり、うん、4トイツですからね。チートイツもあったので難しい何切る問題でしたが、黒沢は3層つもぎりを選択。リーチ単位をチートイツは結構破壊力ありますね。めちゃめちゃありますよね。さあ嬉しい、一番嬉しい、これは大丈夫かな、うん、打点が安定します、はい、おドラドラチートイツ、ドラドラチートイのイーシャンテンで
どんなん残してますよ、うん、いいね、はい、しっかり流行りに乗っかってる感じがあって、流行りに乗っかってる感じさあ進まない、はい、もう9層もね、これでもセット完了です、ね、はい、セット完了ローソー切って、ね、一番いい3枚残りましたね、はい、自敗自敗と筋の9層、はい、しかも親の現物、はい、これ9層短期はリーチ来そうじゃないですか、どうなんだろうな、やりてんかな、うん、吉田さんは結構黙ってもあるからね、さあ、いいローマン引きましたね、一つい。いいシャンテン。うわ、クロスは進まない。次浦はまだ一メンツですよ。さあ、これで。パー層9層、はい、旬のポンテンが取れます、9層が浮いたからね、ああどうだろう、これはジャストミートあるか、ない、初は切ってしまっている、お、さあ杉浦、おお狭く構えました ね、はい、トンも9層も怖い、親の現物なんだね9層、なるほど、いや黒さは何一つ引けない、うん、これはどっちでもジャストミート、いやーこれは一つリーチいきましたね、いった、何切ったは確かにチートイツっぽくないかな、今切れたところだから、今切れたかったところだから、はい、そうでした、あこれはもう、もう、もう無理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 、うまい、うわーあと一つもやられたっていう顔しますね、いやー吉田ここはチートイツドラドラリーチで決めてきました、8000点の上がり、難しいですね、一つみたいな手配もね、何を残すかっていうのは本当に、そうだね、今吉田の残し方がうまかったですよね、そうやっぱ捨て合い目が行くとね、急走残っちゃうことが多いと思うんですよね、はい、一つみさんの手ってのは黒沢の現物で吉田の筋でしたから、そうそう吉田もそこまで露骨なチートイツではなかっただけに、ね、してやったりですね、はい、うまかったです、うん、そして親番ドラはシャー、ああ杉浦がいい、一つも悪くないぞ、ドラが一枚ある、黒沢ドラドラだけど悪い、役が見えない、仕掛けてみたい、なんか知らないけどとりあえず仕掛けて、とりあえずポン、チートイツかな、それじゃなければ、そうですね、本いつもまあ遠いですね、遠い遠いも遠い、さあ吉田カウンスを引き入れました、いいシャンテン、一ついもいいじゃないですか、ウーマンコドラのシャーがあと1枚か、ファンパイ重ねたい黒沢、さあ吉田目いっぱいです、杉浦タンヤを上げていきますが、ここはパーマン切り、順調ですね、あ、もうドラ切りですよ、いいじゃないですか、シャーチャ、自分がシャーチャですからね、はい、そうですね、はい、かなり泣かれづらい、さあ4といつまで来ました黒沢、流行りに乗っかるならリアン層かパー層9層分かりません、白は2枚切れでした、まだメンツでもありますね、はい、お、うん、リーチか、いや取らずです、吉田は天敗取らず、想図が両面になりやすいと、うん、辻さんは8000打ったとこですからね、はい、本店もありそうですね、うん、ロービン1枚切れてるしね、はい、来た、さ、スーチーさらに闇点1通とタイヤウトあるから、うん、いろいろありますからね、はい、さあ吉田は役なし闇点、その間に一ついが天敗、一旦取りそうですね、取ってヤッパーピン引いて、はい、単品ペーコー変化待ちかな、うわ、なんか切ったらな、おー、積もったけどすごい、そうでしょ、フリテンリーチだ、さあ吉田サブロケースフリテン、これ数層はね500オールの積も上がりなんですが、いや
リーチで酸素、あー、でもやばいやばい、酸素を積もれば3球オール。フリテンリーチはね、なかなかね、うん、酸素はどうだ、ありますよ、2枚ある。リーチ時点は全部ありました。あ、ごめんなさい、1枚切れか、1枚しかない。 あ、なくなっちゃった。そしてやばい、現物待ちリャンマン単品3色、うわ、いったんじゃない、これは。あー、7700、なんとなんと杉浦です、3層2連続できましたから。いやすごいな、単品3色7700、一つい厳しい、一発だからね、はい、吉田もちょっと嫌な感じですね。そうですね、まあ、被害がなかっただけいいかというようなのもありますけど、勘介君はもうプラスになるぐらいってますよ、はい。いやー、杉浦今日大きく順位を、ね、上げていく可能性十分ありますね。4位ぐらいまでは狙えるかもしれない。なんか前回のインタビューの時に親の時はフリテニッチ行くって言ってたね。ああ、の吉田ですか、うん、はいはいはい、大体フリテンで行くときは親のときだったし。あ、ドロドロ。かなり有効な、ね、500オールを捨てますけど、はいはい、3球オールのチャンスがあったわけですから ね、かなり有効な手段ではあるんですが、結果は出ませんでした、残念ながら。まあ、常に高打点を見てるから、はい、ああいう球点ができると。久さんなんか換算まで即利があったり、もうそれ間違いないですね、私の場合は。いや間違いなくもない間違いなくもないけど、スッチーソはリーチいってると思うんですよ。確かにヤンマン切るぐらいの余裕はありそうだね、順面的に。ヤンメンならしょうがないかっていう、ね、想像ね、中膨れですからね、4556だったから、はい、なんか外しそうだな。うん、その代わりスッチーソではリーチいきそうです。3局でトップ目杉浦の矢番、ここはね、一つ位が連続宝珠、このね、リャンウマンのピンフィッツドライチを決めて、このハンちゃんもいけるぞみたいな、そうだね、で展開だったのに、2局連続でマンガンクラス宝珠となってしまいました、はい、そして黒沢はね、ここ最後のチャンスかもしれない、ハンちゃん浮くにはこの手は上がりたい。4、5、6か。さあ、一つ岩ドラ受けがありますが、ローピンから切るんですかね。ローピンから。さあ、吉田は初を仕掛けて、これ3900までありますね、はい、いいシャンテン。ドラの嘘が1枚しかないんで、一つ位も厳しい手配であります。さあ来ました、安めですがスチマン天杯、2000点の天杯です。いい感じだな、いい感じですね、はい、観老層数ピンとあっという間に天杯。ちゅんちゃん、スーマンです、スーマンです、はい、いやー、一つ井の宝珠が止まらない、手配としてはもう打つしかないような手配ですが苦しいです。そしてドラドラの手を上がれなかった黒沢も苦しい。さあ早い展開で3回戦を終わらす、親番は一つ井、ドラはスピン、スーピンが抜けてる、スーピンが抜けてます、スーピン入ったら一気に引き締まる。さあ黒沢もかなりの後輩いっぱい、吉田も悪くないぞ。うん、黒沢さんは浮きまではマンガンクラスですね、7300だから。おお、スーピン入ったよ、スーピン引いた、これピンフィッツや3色がありますからね、マンガンクラスは十分見えるハイパイです。さあトップ目の杉浦初が重なりました。もうこれはね仕掛けて終わらせに行きたい、はい、
ただドラのスーピンが浮いているというのがね、ちょっと嫌なところか。まあ、ただ仕掛けはだいぶしやすいですよね。形いいから、はい、まあ、ドラを浮かせるのもありだし、はい、泣いて、まあ、初ポンしてスーピン切っちゃうのもありだと思うんで、先に切っちゃうのもありと、トーン流ってありますね、これ。はい、どっちから切るかですよね。初からだったらもうあっという間にポン手になります、ここでトンからです。トンは2枚目、これは仕掛けない、仕掛けないだったらドラにくっつけようってなりますね。うん、もう一メンツをどこで作るか、さあ一対の手も伸びてきています。うん、つまらない手だからどうしますかね。タンヤをつけたいか。そうですね、 E 万か9万、まあいい、パーマンか一通まだ見ます。下も初を絞っている。あ、ここはパーピンを外しましたね、杉浦。パーピンから切るとなると、ドラは絶対使うっていうことですよね。ドラ使ってトーン安全牌、はい、さあパーピンの統一落とし、さあ進まない、初が泣かないか、泣かない、うん、焦らないってことかな。うん、あ、パンチされた、嬉しい、いいシャンテンだ。チュンって、チュン切って目いっぱい、さあ吉田3ピンがネックです。ここは2ピン切っていく。さあとなると一対がチャンス、大チャンス。黒さんもドラの数ピン引ければ話が早い。うん、まあ、トーン2枚打たれた後にハズが打たれて、うん、すごく嫌な感じなんですけどね。こういうのってね、悪いですね。まあ、テンパイ量ぐらいはとりあえず入れておきたいんじゃないですか。そうですよね、もう一曲ね、はい、あった時のためには。いやー、これは一つ連チャンのチャンス、チャンスなんだがテンパイしない。ドラ受けができた、シゴロか、イーマンか、イーマンですね、はい、これはイーマン、タンヤオかシゴロか。ドラは2枚ありますか。2枚、2枚ある、はい、ウーマンは1枚か。あ、スピン引いた。さあドラドラになって、リャンピン打つか、まあ、リャンマンスーマン払いに行くかですね。どっちですかね。リャンピンかな、やっぱりね。ここはリャンピン打って広さで、はい、テンパイへの効率を重視します。リャンマンスーマンももうないですね。黒沢がかなり厳しい。吉田さんはシャー重ねましたよ、シャーチャで。シャーチャ一つ追加チャンス。でもリャンマンスーマンがないからジャントーが作りづらい。来ましたよ、玉点ですね、逆なし、積もれば。さあ杉浦も初があんこになった。積もれば、あ、テンパネの話ですか。いや、テンパネで上がれるってことで積もれば。さあリーチいきましたよ。ウーワンは1枚、1枚、1枚あるはず、1枚ある。出上がりで8000ですね、リーチ、はい、あー、しかし吉田だ、テンパですね。そうね、はい、ツモで400、700の上がりで3回戦が終了となります。はい、3回戦はトップから杉浦、吉田、黒沢、一対の並びです。はい、以上並びで3回戦が終了しております。引き続き4回戦です。